きなんよ、涼介のこと。優が俺のことずっと忘れられない人がいる。あんなこと言わなければよかったって。アンジェンテ恋の致死魚。バリ熱い、毎日毎日脳みそ溶けて耳から味噌汁でそう。なんなんそれ。言わんと。初めて聞いた。てか昨日おかんにそろそろ受験のことちゃんと考えりーよって言われたっちゃけど、まだ2年の夏やん。3年になってからでよくない？みんなそんなにもう考えとるんやか。人によるんやない？進学校を目指す人はもう塾とかで対策しとるやろうし。俺は家から近かったらどこでもいいんやけどな。ユウは決めたと？うん、まだ。そっか。まあでもユウは頭いいけ、どこでも行けるやろ。そんなことないよ。またまた。あ、そうだ、駅前の東口のずっと工事しよったとこ、なんか新しい店できたらしいんよね。今度。ユウ、どうしたと？ユウ、最近なんか元気ないよな。なんかあったと？相談くらい。涼介、今から言うこと笑わんで聞いてくれる？あ、うん。俺好きなんよ、涼介のこと。え？友達としてやなくて、そのそういう意味で。俺。返事はせんでいい。どうして？ただ伝えたかっただけやけん、付き合いたいとかそういうのやないよ。変なこと言ってごめん。俺先帰るけん。え、あ、ユウ。バイバイ。ちょっと涼介、あんた昨日の靴下また丸めたまんま洗濯機放り込んだやろ。何度言うたら。はあ、はいはい、分かったっちゃ。それ先週も聞いた。ユウが俺のこと。俺もユウのことが好きや。別にゲイなわけではないと思う。ユウは女の子が好きだと思っとったけん、気持ちを伝える気はなかった。友達としてそばにいられればいいと思っとった。でも両思いなら話は別や。返事はいらんって言われたけど、月曜あったらちゃんと言う。どんな顔して会えばいいんやろう。だけど月曜日、優が学校に来ることはなかった。転校？急すぎん？本人からみんなには言わんよう言われとってな。なんや、進藤にも言うとらんかったと。なんで？おい、シンド、どこ行くとか。便所。なんで、なんで、なんで何も言わんで。だって。おかけになった番号は現在使われておりません。は？なんで？俺、まだ
入居者募集中。おい、ユウの家じゃ。まだ返事してないのに。お先っす。あー、しんど、ちょい待ちちょい待ち。ん？お前、あさって空いてね。シフト変わってほしいんだけど。いいよ、18時。そう、助かる、サンキュー。いや、彼女の誕生日なのすっかり忘れててさ。忘れてバイト入れてたなんてバレたら殺されるわ。マジで、振動は命の恩人だわ。それ、去年も言ってなかった？そうだっけ？そういや、そんな気もしてきた。まあ、とにかく、あさって頼んだわ。振動の彼女の誕生日は俺がシフト入ってあげるからよ。彼女いないから間に合ってます。あれ、こないだいるって言ってなかったっけ？もしかしてもう別れた？まあ、お前っていっつも長続きしないよな。そのくせモテるから腹立つわ。別にモテてないし。はあ、さあ、次どこ行く？じゃあイルミネーションは？店予約しといたから。ありがとう、嬉しい。カップルばっか。そういえばもうすぐクリスマスか。彼女ね。凌介って私のこと見てないよね。彼女にはそう言われて振られた。いつもそうだ。今まで何度か恋人はできたけど、決まってそう言われてさよならしてきた。ずっと忘れられない人がいる。あの日から6年、優の連絡先は全て繋がらなくなっていて、引っ越し先が東京であること以外何もわからなかった。先生、なんで教えてくれんの？個人情報やけんね。少しでも優に会える可能性があるのならと、大学進学を機に地元福岡を離れ上京した。でも人がごった返すこの東京の地で、何の手がかりもなく優に会えるはずもなく、もう2年が経った。もう会えないのかな。今の。ユウ。リオ。いえ、人違いです。え？いや、今涼介って言おうとしなかった？言ってません。人違いです。でも。って話してください。すいません。あれ本当に人違い？間違えるはずないけど、いや、でもここまできっぱり言われちゃうとなんか自信なくなってきた。でも本当に優だったら、ここで諦めたらきっともう一生会えない。それだけは嫌だ。いや、これもしかしなくても不審者では？明らかに怪しい。通報されたら何も言い訳できないぞ、これ。かといって声をかけてもさっきと同じ反応されるだけ。そして通報される。気づいた時には取調室のカツ丼コース。一体どうするのが正解なんだ。ん？まさかあの高そうなマンション、こんなとこ住んどると？え？あ、やべえ。まさかつけてきたんですか？言いましたよね、人違いだって。
すっごい嫌そうな顔してる。その、いや、ダメだ。ここでうろたえたらこのチャンスを逃す。もっと強気に出ないと。どうして嘘つくの？ユウだよね。そりゃ少し見た目は変わったけど、でも他の人と間違えないよ、俺。ずっと会いたかったんだもん。何度言ったら。ちょっとごめんね。何？そのあざ、生まれつきだって言ってたよね。いつも前髪で隠してた。それでもまだ認めてくれない？俺は会いたくなかった。あの時俺なんかしたかな？怒らせるようなことしたなら謝るから。だから理由だけ聞かせてほしい。なんで何も言わずに急にいなくなったのか。別に理由なんてない。怒ってたわけでもない。じゃあなんで、なんでさよならするって分かってて好きだなんて言ったの？それはあの時は言わないと後悔すると思った。自分の気持ちに区切りをつけるために。でも今になって思うよ、あんなこと言わなければよかったって。それどういうこと？智弘？何をしているのかな、こんなところで。智弘の知り合い？智弘？誰？いや、ただ道聞かれただけ。駅はまっすぐ歩いて突き当たりを右に進んだらバス停がありますよ。え？お気をつけて行こう。ユウ！ユウ。せーの、アンジェンテ。アンジェンテは好きが見つかる新しい BL ボイスコミックチャンネルです。この動画を好きと思ったらチャンネル登録・高評価ボタンをお願いします。恋の致死量は全国の書店・電子ストアで大好評発売中。動画にはないシーンやセリフもありますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。好きなものを好きなだけ。今日がちょっといい日になる。そんな時間をあなたにお届けしていきます。アンジェンテの応援、よろしくお願いします。